第9回ソレコン結果発表。イエーイ。イエーイ。いや、今年はですね、37作品ものご応募いただきました。皆様本当にありがとうございました。この素晴らしい発明品の数々からですね、今年はイグソレコン賞が2作品、いいね賞が3作品、うん、そして技術賞が、2作品、うん、そしてソレコン大賞1作品を選ばせていただきました、はいはい。まずはですね、いいね賞の発表になります。いいね賞はいいねと思われた発作、いいねと思われた発明品に賞が贈られます。賞金は3万円、そして、高萩校のネットショップでご使用できるソレノイドギフト券2万円分が贈られます。お、はい、すごい。そうですね、はい、それでは審査委員長の土佐社長にいいね賞3作品の発表していただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは結果発表。いいね賞は USB バスターさん、そして謎解きかまどさん、そしてぬにさんです。イエーイ。いや、素晴らしい作品がやはり選ばれてますね、はい、はい。こちらを選ばれた理由をお話しいただけますでしょうか。まあ、全体的にやっぱりコロナで家にいて作ったんだなというこの感じですね身近なもの、このアットホーム感覚というかその面白い感じが出てたと思います、うん、皆さんいかがでしょうか、はい、あれですね、ヌニさんとかもね、こうなんだろうな、こう理由もなく面白いっていう感じのものですよね。でシンプルですよね。タイマーとソリノイドだけ使ってこれを見せるっていうのは、まあ、素晴らしいと思います。3作品とも本当に素晴らしい作品ですね。はい、はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、では続きまして、技術賞の発表です。はい。今年は技術賞は2作品選ばれております。毎年ね、1個ですけど、今回は2作品。はい。はい、技術賞はですね、賞金5万円、そしてソリノイドギフト券3万円分が贈られます。もう技術的に素晴らしいと思われた発明品ですね。はい。はい、社長、お願いします。はい。それでは技術賞の発表です。ソレフルタップさん、そしてソレノイドナメクジさんです。おめでとうございます。こちらも2作品とも技術的に本当にすごいなっていうのを社内の方でも話してまして、はい、うん、やはりそういったところになりますでしょうか、社長、水野さん。そうですね、ソレフルタップさんは、まあ、ソレノイド2つを、その入力をその振動で来るのを振動で返すという部分がすごく面白いなと。これどうやってるんだろう、その自分の振動で発信してしまわないのかなという、まあなんかいろんな知恵があるんだと思うんですが、それからソイノイドナメクジさんもこれ簡単に見えますけど、やっぱり絶妙な重さのバランスとかやっぱり計算してやってるないと前進まないので、きっちりとその辺も作り込んでて素晴らしかったですね、うん、はい、皆さんどうでしょうか。ソレノイドナメクジさんは、だからこのバネの選定ですね。バネはなんかやっぱりすごく微妙なバランスで、ね、いくらでも種類があるんで、それを、このバネを選んだのがなかなかの技術なのかもしれない。計算したのがわかんないですけど、いいと思いますね。はい、素晴らしい作品でした。ありがとうございました。はい。では、続きまして。イグソレコン賞の発表です、はい、はい、イグソレコン賞はあまりにも面白くバカバカしい発明品に贈られる賞なんですけれども、賞金2万円、そしてソレノイドギフト券1万円分が贈られます。はい、はい、バカバカしいソレノイドの使い方、イグソレコン賞、今年はしっちゃかめっちゃか13、めっちゃ、しっちゃかめっきょ13と、ボイーンちゃんです。うーん。
すごい、どちらもかん、なんか読めない人だ、二人ですけどね。はい。読めないと書いて、ちゃかみたいな。あ、なるほど。そうです。ちっちゃか、めっちゃか。はい、そうだ。なるほど。こちらも素晴らしかったですよね。はい。まあ、それぞれ、技術もすごいですね。指紋認証をしてるし、ちゃんと。うん。飛ばすって結構大変、そういうので飛ばすって大変だと思うんですけど。うん。はい。だから、そうですね、しっちゃかめっちゃかさんとは、機械設計的に、多分、結構、電気とかじゃなくて、機械設計やられてる方なのかなとは思いますね。うん。うん、それで、こういうね、食べ物を飛ばすっていうのは、面白いですね、うん。うん。きっちりちゃんと仕上がってましたしね。はい。はい。おめでとうございます。じゃあとうとうフレコン大賞の発表になります。はい、いよいよ大賞です。いよいよ大賞です。うん、それは流行る第9回ソレコン大賞の発表となります。はい、ソレコン大賞はですね、賞金10万円、そしてソレノイドギフト券が5万円分送られます。うん、はい、それでは社長よろしくお願いします。はい、それでは今年のソレコン大賞は、押し相撲マシンでーす。来たこれ。やったよ、これが。ようやく。タカ&コージさんってことは、タカさんとコージさんが。あれですか、タカとコージさん。そうか、でも、はい、だけですよね。ですね。二人で、はい。はい、二人で、親子で、うん、親子で応募、はい、いただきます。はい。親子か。はあ。です、やっぱり、なんて言いますかね、心温まる、心温まる作品でした。はい。なんか、それコンって、どうソレノイドを使うかという、アイディア、うん、まあ、勝負なんですけど、うん、なんというか、ソレノイドをそのままアイデアとして使うということ以上の、なんか重要なことを、この作品はあったなという思ったんですね。その、気候もすごく面白かったし、ぬくもり感とか、全体の世界観とか、なんかソレノイド、はもちろん面白く使ってるんだけど、なんかそのとこを取り巻く、何ですかね、この、あったかみみたいなのが、なぜかこのコロナ禍で心に響いた感じになりましたね。ね、はい。皆さんは？そうですね。丁寧ですよね、作りが。うん、で、目的に沿った、使い方をされていると思うんですよね。多分、押し相撲を作ろうっていうことで、うん、で、技術に溺れてないってことですよね。うん、普通だと、こう、ソレノイドを使ってなんかや、うん、面白いものを作ってやろうっていうのが多いんですが、うん、多分、あれですね、こういう、もう、目的が最初からはっきりしてたんじゃないかなと思います。うん、完成度が高いです。うんうん、大久保社長。はい。非常に喜ばしいですね。うん、もう本当に感激しと、女の人の髪型もね、もう年齢が80歳ぐらいで、昔流行ったような髪型、男の人の髪型も、そういう髪型で、なんか非常に、温かい気持ちでね、見られました。で、もうよくね、機械も操作されて、自分でずっとこう、ために作った、非常に思いますね、のちょっと見受けられましたね。今年は本当にこう、レベルも非常に高く、もう一つのレベルが上がったかなということで思っております。受賞された皆様、本当におめでとうございます。ございます。それでは、塗装社長、明野先生、今年も、審査員を引き受けていただいてありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今年も素晴らしい発明品が勢ぞろいでしたが、もう審査もすごい大変だったと思います、惜しくもですね、入賞は逃したが、これは気になったなと思われた作品、発明品はありましたか？ありましたよ。辞典といいますかね。はい。
見えるかな、これが辞典、惜しかったなと最後まで迷った皆さんなんですけど、はい、チーム深海ラボさんね、まず、はい、あの電池の残量を測る、うん、それから、ポッキーね、ポッキーに分ける、あと、あの独特な世界の、ネコビットさんの口元のやつ、この辺はね、最後まで惜しいなという。うん、悩んだところではありましたね。はい。宮野さん、いかがでしたか？はい。そうですね。結構、全体的に、うん、応用のできる使い方を、うん、それの色の、うん、応用のできる使い方をされてる、製品が多いので、なんか、また同じ使い方をして、別の、なんか作品を作れるんじゃないかなと。思いますね、うん、だから割と未来のある、ね、今回は回だったかなと思います、まあ、いつもは未来がない感じいやいやいやもっと未来もっと未来もっと未来ですね、はい、うん、そうですね、技術はもう、うん、この皆さん抜群に、まあ、ベースは技術がある上でやっぱりね、例えばチーム深海ラボさん何回目ですか今回。ですね、深海ラボさんは10回目です、ね、7回目の公募で、はい、このソレノイドですよ、これやっぱり1、押して引いて押して引いてしかできないデバイスと自分の人生とこう重ね合わせ始めてるこの感じね、うん押して押して押して就職したのになんか今引いて引いてなってるみたいな感じとか、うん、ゲーみたいな、まあなんかね、そのテクノロジーを使いながらもそういうなんか俳句か俳句のようなこう渋みが出てくるのがやっぱ面白いですね、常年さん、猫ビットさんもそうですけど、はい、惜しかった、はい、惜しかったです、ありがとうございます。いやもう第9回目となりましたけど、まあ、全体的にいかがでしたか、はい、結構あのマルチコントローラー A だったり基盤関係を結構使っていただいた作品が多かったかなとは思うんですけど、いかがでしたか、はい、全体的に見られて、あのソレノイドだけじゃなくて高橋さんが出されてるね、そのサウンドユニットとか、はいはい、スマートロック系のやつとか、その周辺機器もあの柔軟に皆さん使って、はい、まあ、工作が、そこから発想が膨らんで、面白いものを作れるというのがあるので、そういうのが広がってきたなというのと、やっぱりこう、コロナの自粛で、この、なんて言いますかね、内向きな感じが、あの、いい感じに、そういうのような工作に向かってる感じがしましたね。バカなだけじゃない感じ。みのさんはいかがでしたか？不思議なのが、はい、ソレコンが進む、どんどん進んでいくことによって、高橋さんの基盤が増えていくんですよ。だから高橋さんも成長してるっていうか、ね、それなりの用の基盤が増えてるから、どんどん高橋さんもだから増やし、次、ね、センサー、それなりと直結する近接センサーとか、なんかどんどん増やして、キーエンス見たくなるんじゃないかな。最後は最後はお母さんの。そう。だからそれ野望があってもいいかなと思う。なるほどね。ソレノイド屋さんだったけど、もうどんどん。ソレノイドじゃない。電子機器が増えてて、うんうんうん、EV 車を作っちゃった。なるほど。ソニーなのになんか映画やってるみたいな。そうそうそう。ね、そうそう。母映画。だからすごいお互いになんか進んでる感じがしていいですね。まあ確かにソレノイドエンターテインメントで言えば世界一ですからね。ありがとうございます。では、はい、ではありがとうございます。ソレコン第9回ソレコンにご応募いただきました皆様、本当にありがとうございました。よろしくお願いします。来年はですね、ソレコンを開催してとうとう10回目になります。10周年です。おなんと、まあ、私が入社してすぐにソレコンが開催されて、もう10年経ちますけど、この節目に私もちょっと母親になることになりまして。押すボタン間違えちゃった。そうですね、来年はもうここにちょっと立てないので、
長期的にちょっとお休みいただきますけど、なるほど、うん、発明者として司会誰やる、司会誰、まあ、ちょっと司会今仕込んでますので仕込んでますか、はい、はい、楽しみにしておいてください。はい、了解です。ぜひよろしくお願いします。はい、はい、皆さんよろしくお願いします。それでは皆さんまた来年お会いしましょう。はい、またまた、ありがとうございました。ありがとうございました。